今日はYo, Mike! Oh my gosh! 江戸前のマダコでございます。おお、炭がやば。さて、それではですね、これも私にとって初めてですけれども、タコの下処理を行っていきたいと思います。塩で、ぬめりを取ってですね、下処理をやっていきます。おお、おおマイガーシュ。1匹、2匹。ぬめりがすごい。3匹。4匹、5匹、気持ち悪い、6匹。ああ、ちょっとね、覚悟を決めてやってみましょう。それでは内臓を取っていきます。頭を、弾ける。ひっくり返して、この内臓を、脳みそとか内臓がこの中にあるんですね。弾けそう。なんだこりゃ。内臓を取ります。こんなね、下処理に苦労するんだったら、本当お店とかで食べるのに数千円払っても安いですよね。この手間を考えると大変な作業ですよ。内臓をね、きれいに取ってきます。次はですね、この中にあるくちばしと言われるもの、くちばしをですね取り除くんですが、中に入ってて出てこない。どうやって取るんやこれ。嘘。この黒いやつですね。きしょ。きしょ。ちょっと待って。あ、取れた。取れた。取れました。これがくちばしです。ポトン。
ついに出来上がりました。江戸前マダコ、まずはお刺身でいただきます。ゲソからいきましょうか。チョンチョン、柔らか、いただきますよ。身をすごい柔らかい、下処理がバッチリでしたね、我ながら。あとはまあ大きくないタコだったからかもしれないですね。これは美味しい。旨味がやっぱりタコはありますね。大成功。それでは、今日もフリット、森のレストランはやはりフリットですね。江戸前のマダコを揚げていきます。おう、おう、いただいてみます。揚げたてですね、うん、もう口の中がね、地中海ですね。これは江戸前なのに地中海。ボーノ